おかげさまよりの書状、受け取るがいい。土影様に届けよう。至急ご返答願いたいとな。届けるまでもない。ここで返答してやる。なぜ砂隠れが。慌てぬ方が良い時もある。何、四代目風影。砂は砂として動く。それを承知で行動してもらいたい。ここは我ら砂隠れの国境でもある。ここで騒ぎを起こされては困る。降りかかる火の粉は振り払わねばなるまい。三。落ちない。岩隠れの活動を認め賠償請求権を放棄するとは、戦争に負けたも同然の内容。ご苦労じゃった。ひとまず胸をなで下ろしたわい。これ以上の戦争の継続は疲弊しきった木の葉にとっても致命的。彼らを犬死にさせたも同然だ。この度の大戦で多くの盟友たちが犠牲になっておる。三代目火影の座を辞し、四代目に譲るつもりじゃ。その責任は全て火影であるわしにある。平和条約締結の申し込み、どうなさるおつもりです。当然お断りなさるんでしょうな。もちろん岩隠れの結束はわしの誇りじゃぜ。一戦余命の忍びを投入した進行作戦を頓挫させたのは黄色い閃光ただ一人だったと聞く。天、この通りです。それもまた事実じゃぜ。波風港を推薦いたします。ジライアの弟子筋にあたる男、つまり三代目の孫弟子じゃ。黄色い閃光という名を取るって誰。三代目はよくやっておったが。元を正せば三代目が甘い考えゆえあそこまで里が追い込まれたのだ。第三次忍海大戦終結に導いた功績は大。第三次忍海大戦、語り継がれる伝説を残したのである。カンナビ教の戦い。わしは反対だ。お前は火の意志を継ぐものと思っておる。目の前に広がるのは平穏な未来ではない。そんなお前にこれからの木の葉を、そして忍び世界の未来を託す。受けてくれるな。三代目の信頼にお答えできるように覚悟はできています。うん。おい、カカシ、こっち来て団子を食わないか。すんなよ。四代目火影は湊先生だ。
地名に変えても。千鳥と車輪眼が一つになった時、この術は完全になった。お前にもらったこの左目の車輪眼。カカシ、さっきのあの術はもう使わない方がいい。自分自身の移動スピードが速すぎて相手のカウンターを